はい、速稼塾の久保です。今日はですね、スポーツ報知ですか、スポーツ報知が丸山穂高議員のツイッターをこうやって取り上げてね、国民に怒りを火に注ごうとしております。これ見てください。丸山穂高議員がね、ツイッターを更新して3日で2億5000万円を売り上げて、テレビにも登場経験があるナンバーワンキャバクラのエンリケさんと立花投手とお酒を一緒に飲んでいて、その場からね、もう余裕でですね、名古屋ナンバーワンキャバ嬢のエンリケさんと立花投手と言います、皆さん税金で飲み会ありがとうございますって通ってるわけですよ。この記事を見て多くの人が何を感じたかっていうと、おいおいお前丸山よ、ふざけんなよ立花よ、 N 国党よと、お前らよ、国民が今どんな目にやってるのか分かってるのかと。そんな中でね、こんなにね、飲み会バンバンやって金ガンガン使ってキャバ嬢と余裕かましてんじゃねえよって思ってるでしょ、思ってるんですよね。でこれスポーツ報知がこの記事出しているのを、まあ、どっかのメディアが取り上げてるんですけども、あのね、よく見てほしいんですよ。ほとんどの方よく見てないんですよ。賢い人はね、これ見るんですよ。で、なんかちょっと感情にすぐにね、ほだされて、よく頭使ってない人はここ見ないんですよ。2019年11月7日の記事ですよ、これ。だからこれを今日の記事だと。2020年の4月23日、コロナ騒ぎでみんながね、あの業者さんとか閉めたりとか、店を閉めるとか開けてるとか、そんなね、めちゃくちゃな状況の中で、丸山穂高議員が遊んでるみたいな、そんなね、印象をつけさそうと思って、N 国党 の評判を落とそうと思って、これをね、仕込んできてるんですよ。これ日付見てますかね。で別にその、税金で、その、国会議員の方がね、キャバクラに行って全然悪くはないんですよ。悪くはないけど、さすがにこの時期に行くのは国民の反感とかあるでしょうから、良くないですよね。良くないからこそスポーツ報知は、こういうね、多くの方は日付なんてよく見ないだろうと思ってここに書いてるわけですよ。多分このスポーツ報知の昔の記事を引用した、この SNS かなんかが悪意を持ってると思うんですけども、これ見た人は日付なんて関係なく、今日のことだと思って怒ってるんですよね。だからね、やっぱり賢くなくちゃいけないです、我々は。情報を読み取る力を持たなくてはいけないと思うんですよ。私はそういうふうに思いながら、この記事が上がってきた瞬間に、ああ、みんな日付見ずに、この2020年の4月22日とか23日にね、飲んでるんだっていうふうに勘違いしてるんだろうなと思ってましたね。だからこういうふうにね、私たちはね、メディアによって踊らされたり騙されたりしてるわけですよ。で、プラスですね、ヨシンバね、今日、2020年4月22、23日に飲み会をやって、この丸山穂高議員がこの記事を上げたとしましょう。私がどう捉えるかっていうと、国会議員は国民の苦しみなんて分からずに、こうやってるんですよと。丸山穂高個人をもうね、怒るのもいいんですけども、国会議員はみんなこんなことしてるんだから、もっともっと国会議員に対して疑問を持った方がいいですよっていう風な問題提起をするような性格の人なんですよね、この人は。立花隆さんもそうですよね。自分を やり玉とかね、矢面に立たして、いや国会議員ってこんな程度の人間なんだよみたいなことね、なんかある意味自虐的にやっているんじゃないかなと思うんですよ。ここは私の想像ですけどね。で今回の記事の、まあ、真実は何かっていうと、こういう昔の記事を引っ張り出してきて、この時期にポーンとね出すと、今日のことかっていうふうに多くの方が勘違いするんですよ。そのおそらく勘違いするだろうなってことを分かっていて、これをやってるんですよね。見てください、7日自身のツイッターを更新とか言ってね。じゃこれをね、11月7日って書かないところが、どうなんだってことですよ。で7日って書いてあると、ついね、今月の7日かと思うわけなんですよ。というか、ほとんどの国民は7日ってところに印象がないんですよ。今日のことだと思ってこの記事を見るんですよね。だから、まあ、はっきり言ってね、まあ、おバカさんなんですよ。何がおバカさんっていうと、この過去の記事を Facebook とかにポンと上げて、おい、丸山ふざけんなっていうふうに感情的に怒る人はちょっとおバカさんなんですよ。日付を見てくださいよ。ね。これ、今日のことじゃないの、今日のことのように勘違いさせる、まあね。メディアの作戦ですからね。どこのメディアか分からないですけども、元ネタはスポーツ報知の2019年11月7日のことですね。で、それを誰が引用してどこに載せたのかってことはちょっと私には分かりませんけども、Facebook に乗っかってきたんで、なんだろうと思ってるわけなんですよね。騙されないようにしましょうね。